wir sind hier in Hamburg bei Capcom, wo wir kurz zum Release von Resident Evil 7 uns nochmal ein bisschen Horror geben können. Und wir dürfen auch mit dem Produzenten und Director sprechen. Ja, dann schauen wir mal, was die zwei so zu sagen haben. Los geht's! バイオハザードシリーズっていうのは、ストーリーラインであったりとかキャラクター世界観っていうものも、当然大切にしてきているんですけれども、ゲームシステムに関してはですね、やはりそのハードの進化に合わせていろいろ変化もしてきています、今回バイオハザード7はですね、そういったところも含めていろいろ見直しをかけまして、20周年タイトルとしてふさわしい今回タイトルに仕上がっているのではないかなと思ってます。特にそういった決まりっていうのは設けていないんですけれども、やはり、特に冒頭部分ですね、できるだけそのスタートに近いところにやはりいろんな要素、面白い要素っていうのはまとめてあると思いますし、そのスタート地点でこのゲームがどういった仕組みによって動いているのかってことを理解してもらえれば、あとはですね、そのストーリーラインで最後まで遊びたくなるっていう衝動に皆さん駆り立ててもらえるんではないかなというふうに考えてゲームの方を作っています。今回はそのビジュアルイメージ的にもですね、すごくその一新した、新しいそのバイオハザードシリーズっていうものをやはり演出したかったので、あえてそういう、過去の、イメージであったりとかと近いものっていうのは、あまり、使用していません。だから、キャラクター等も登場しないんですけれども、それはまずイメージの問題というのが一つ、ありました。もう一つですね、今回このタイトルは非常にその恐怖っていうところを、コンセプトとして制作してますんで、そういう意味でも、プレイヤーはそのヒーローキャラクターではない方が良いというふうに判断していましたし、シチュエーションにしてもですね、我々が今まで、20年培ってきたその怖い建物であったりとか怖いシチュエーション作りっていうのは得意としてますんで、そういったものを発揮した、内容でですね、開発を進めることが、できました。今回バイオハザード7を制作してみて、それもですねフルゲームで制作してみてですね、いろんなノウハウっていうのは確かに我々手に入れることができたと思ってますけれども、現行でまだその例えば VR 専用のバイオハザードを作るのかとかっていうのは当面の計画の中には立ってきていないです。まだまだですね、ゲームとしてそのバイオハザードシリーズいろんな盛り上げ方していかないといけないなと思ってますけれども、現状の、いろんなアプローチっていうものはまだまだ考えないといけないかなと思ってます。個人的には、もう VR がとてもおすすめですね。セブンの没入感をより強く経験できるものなんで、ぜひとも VR がいいかなと思います。確かにその一人で没入感を持ってその VR を、満喫するっていうのも非常に面白いゲームスタイルだと思ってますけれども、僕はですね、できるだけ、例えば妻であったり友達と一緒にですね、ゲームを遊んでですね、このホラーならではのその楽しさっていうのをみんなで共有しながら、